漁業協同組合。今日はですね、長野鉱山跡に来ました。古くから町内の三大鉱山と呼ばれている中で最も大規模な大きな規模の大きな鉱山であったということです。行ってみましょう。結構比較的に新しいので、ちょっと電気と通ってしたから。ここは何だったのかな。蛍光灯あんまし、なんかあの現代で見るようなものがないですね。
テレビがあります。テレビじゃない。ストーブですね。立ち入り禁止なんでしょうね。先ほどのまあ鉱山の建物と、まあ村廃村廃屋の近くなんですけども、大風呂堂遺跡跡、これ観音堂窟遺跡って書いてますね。観音様の昔観音様でも行きますか。行ってみましょう。まあなんか行きたくないけど、観音様がいたのかもしれない。崩れてしまったような感じですね。これは今あれですけど、観音遺跡らしいです。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。